攻撃側は狭いところではなくてやっぱり広いところから自由にドリブルだったりスペースがあるところから攻めるので、それをさせないようにディフェンスはするっていうような考え方が基本的な考え。どこのチームも守備はやはり中を固める、中を固めるっていうことがセオリーで、外に出てもまずは中を守りましょう。例えば中から外に相手が行ったとしてもボールがここにあって2人中と外がいると、中を捨てて外行くのではなくて、まあ、外はそんなに危なくないので、なんならサークルの外に出ればあまり危なくないので、こういったところはまずは我慢して外に行ってもここに通されないように守る。味方がサポートに来てくれたら、ずれるっていうような、中を抑えて外に追いやるっていうのがディフェンスのセオリーで、相手がここでボールを持った時にはここに蓋をしてここで奪い取る。まあこの×が敵なんですけど、ここにボールが出て体の位置というか、こういうふうに抑えに行くとこっちにドリブルされるんで、かつここに味方がいるとここに返されて逆展開されるので、最初の選手をこっちから当たらせに行ってこっちにサポートして、まあ、極端なこと言うとここでこういうふうにスティックで抑えるっていうので、まずは進路を断つ、後ろの進路を断つ、かつ例えばここに相手がいるのであれば味方の選手がここを抑えに行く。そうするとパスのコースがないのでこの選手は孤立する。でもここにいてもこう守備する、で味方がいれば寄せるっていうので、ここに逃がさないようなラインを作ってしまって、まあ、体でスティックで遮断していって意図的にここに追い込むっていうようなプレーをします。もうここから逃がすとこっちまで出されたら移動しないといけないので、これが結構大変だし、陣形がずれて相手に隙を与えてしまうので、こういったところをでもう囲むで確実に奪うっていうようなプレーをしたりして、外にサークルの外に押し出すっていうようなことが基本的に第一優先かなというふうに思います。これをすると相手も取りやすくなる、次また奪い返しやすくなるので、ここではボールを奪ったらつなげれればベストですけど、つなげずに、それこそ相手ボール奪ってすぐに相手の反則を奪ってフリーヒットにする。でフリーヒットにすれば時間があるので、その間に味方が広がっていけば相手もそれに対してついていくので、かなりスペースが生まれてくるかなっていうふうに思います。でよくやります。もしくはクリアができればクープボールだったりとか、ヒットで思いっきり打って陣地挽回するっていう方法もあります。逆にここで無理してつなごうとして取られてサークル入られて、こんだけ味方が打ってるんでそのまま失点につながったりとかペナルティーコーナーになったりとかっていうのは逆にあるあるっていうのはあります。なんで多分見てると切っていいよってボールを切る、まあもう相手サイドにボールを出すっていうような声かけもあったりするんじゃないかなというふうに思います。まあサークルにドリブルで入られないことが一番いいんですけど、やっぱり入られる、やっぱり相手の身体能力だったりとかレベルによってあるんですけど、もちろんサークルの中で全てなんですけど焦らないっていうことがすごく大事で、基本的にはやっぱり、シュートだったりとかっていうのはもうかなり速いスピードで振り向いてすぐ思いっきりヒットだったりとかされるので、少しでも体重移動が悪いと命取りになることが多くて、まあ、こういったアングルがないところでいかに焦らないか、かつやっぱりここでドリブルされてサークルには入られてるんですけど、得点、正直ここからの得点の確率っていうのはかなり少ないんです。なのでここで慌ててボールを奪おうとするとやっぱ足当てられてペナルティーコーナー取られて失点っていうのが多いので、まあこういった基本的にはまあアングルないところは慌てないっていうのもそうですし、サークルの中全体で慌ててやばいと思って食いつくと基本的には逆突かれてシュート、簡単にシュート打たれたりとかペナルティーコーナー取られたりとかするので、そういったのは気をつけないといけないかなっていうふうに僕自身経験してきて思いました。